時代から、江戸地を本拠とした大名の氏族、ぬかの部群、柿崎、青森県むつ市川内町をおして、柿崎氏を称する家系があり、その子孫との説がある。江戸時代に正樹と改正したが、書流の中には引き続き、柿崎と名乗る者もいた。本生は、源氏で、姓は源氏で姓は源氏川内源氏吉光流で、甲斐、源氏の書流と称した。実際には、 道の区の土豪が江戸へ移住して、買い、源氏武田氏を借りおかしたとする説もある。下北半島は、鎌倉時代以来、津軽安藤氏の支配下にあり、県武元年以後は、南部氏の一族が治療していた。その経譜については、以下の資料が残っている。北部五人日記、東北太平記によれば、柿崎氏は八戸根城南部氏業の家臣武田修理。 新友有神議から五郎信長新吉寺部、住む信道、信住、柿崎クランドと続き、兼務年間の頃から五代百二十年間、むう川内町柿崎に所在した柿崎城を、居城とした。1448年、文安五年五月、順法寺城、北部王家、新田義純一族が、柿崎クランドの陰謀により殺害されると、十三代、 八戸南部成形は1456年、交渉2年から翌年にかけ柿崎市追悼を始めた。これに対し、倉人は、正さのアイヌや安藤氏、火災氏の応援を得たがしきれず、正木に逃げた。交渉の乱。ただし、東北太平記自体は、史実を確認するための資料としては、疑わしい面がある点に留意されたし、白木の記録によれば、 若狭武田氏の流れを組む武田信弘を外する。若狭武田氏当主、信方の子とされる武田信弘が、法徳三年、1451年に、若狭から下北半島の柿崎に移り、その後に北海道に移住してその地を治める皇族となったという。当時道南では、江戸沙汰大官であった津軽安藤氏の統制下にある和人の皇族が、 それぞれ独立した道南十二貫を築き、そこを拠点にアイヌと交易を行っていた。花沢監主柿崎喜茂も、その一人に過ぎなかった。長六元年、1457年、和人とのトラブルを契機として、アイヌの古車マインを中心とする和人への武装闘争、古車マインの戦いが発生すると、十二貫のうち十の館がアイヌに落とされた。激戦の末、 柿崎き、しの確証であった信弘が鎮圧したという。これにより、江戸地の和人社会において、柿崎氏が優勢となり、支配を確固たるものとした。また、武田信弘は柿崎き、しの無こう用となり、柿崎氏を継承して、柿崎信弘を名乗り、拠点を勝山間に移した。文明七年、1475年には、 カラフトアイヌの主張から貢ぎ物を献上され、カラフトにも影響力を及ぼした。信弘の子、光弘の時代の栄章11年、1514年に、正木の徳山家に本居を移転している。戦国時代に入ると、東北北部から北海道南部に影響力を持っていた主家である、檜山安藤氏から実質的に自立の傾向を見せる。柿崎義弘の時代には、アイヌの タリコナを傍殺し、その子の柿崎敏弘の時代には13人の娘を安藤氏などそれぞれの欧州諸大名に嫁がせて政治的な連携を図り、戦国大名としての地位を築き上げたという。信弘の活躍を記した白木の記録は、正木家臣近藤家に伝来した資料で、官営20年、1643年に成立し、松前氏の遺書となる。 源義満、白木三郎、義満以来の会、源氏の伝統と、自席や信広の自席がされている。武田信広は、同時代の文書、記録資料が皆無で実在性が不明の人物であるが、若狭武田氏は、戦国期に、東北、北海道との交易活動を行っており、柿崎、松前氏の由緒、信広伝承は、会、源氏、 武田氏の日本海交易のネットワークを前提に、東北地方の南部市や浅利市など、海、源氏の同族に肩を並べる由緒として固くされた、ものであると考えられている。柿崎敏弘の子、柿崎義弘の第二は上落して、天下を平定した豊臣秀吉、関白、太公に配越することで本領を安堵された。これによって、秋田市、旧、安藤氏から、 名実ともに独立することになった。天正十九年、1591年、秀吉の命に応じて、久野平正美の乱に、多数のアイヌを動員して参陣秀吉の死後は、徳川家康に接近して、慶長四年、1599年、生命を、アイヌ後、まとまえ由来の地名である、松にちなんで、松前義弘に改める。その後、慶長八年、 1603年、徳川家康は、聖遺体将軍の宣言を受ける。こうして、聖遺体将軍のお墨付きを得て、松前氏と改めた柿崎氏は、江戸時代を生き抜くことに成功たのである。当初は、米が取れない家族において、無意志の投資扱いに過ぎなかったが、五代、範広の代に、後代寄り合いを経て、教皇4年、1719年には大名に、 昇格史正式に一万国格の正木藩藩主となった。幕末には藩主の松前忠弘が、戸様大名をながら幕府の老中に取り立てられている。明治維新の際に松前家は箱館戦争で官軍に属して戦うが、江本武明の軍に正木を落とされ、藩主一族は広崎藩に逃走した。その後も家族の死者には劣死したものの、 全般的には不遇の時代を送ることが多かった。太平洋戦争時にも当時の当主が陸軍上等兵で出生。戦死するという他にはない苦難にも見舞われている。現在は神奈川県横浜市に居住している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。